マルイコールヌーは第二次世界大戦中にナチスドイツによって徴兵されたアルザス人、モーゼル人の男性を指す名称。ドイツの正規軍であるドイツ国防軍、空軍及び親衛隊の軍事部門である武装親衛隊に配属されていたものを指す。マルイコールヌーとは自らの意思に反してを意味する。ベルギー東部のカントンやアルロン地方、ルクセンブルク、 アルザス・ロレーヌといった1940年以降、ナチス・ドイツに占領された地域で、同様の問題となっている。第二次世界大戦中に補助兵役として、国家労働法師団やドイツ国防軍に徴収された、アルザスとモーゼル出身の女性は、マルエルという。マルイコールヌーの名称が現れたのは、第一次世界大戦後である。第一次世界大戦のアルザス・ロレーヌの退役兵。 団体は自らの苦労したという事実を強調するため、フランスに対するドイツ軍の丸イコールウという名称を用いた。1914年8月、アルザスとモーゼルの1万8000人がフランス軍従軍を志願し、38万人はドイツ帝国とドイツ皇帝ビルヘルム2世に使えなければならなかった。問題は1940年の時と根本的に異なる。 ナチスドイツによるフランス三権の事実上の併合は国際法上で批准されたものでなかったからである。1940年6月22日に独仏休戦協定が結ばれた際にはアルザス・ロレーヌについて言及されていなかった。この地域は法律的にも軍事的にもドイツに占領されたフランスの一部であった。ナチス政権によるドイツへの事実上併合は ヒトラーの命令で1940年10月に出版物の発行禁止が出されたことに始まる。法律違反だとしても BC 政府はビースバーデン急選委員会に抗議メモを述べることしかできなかった。抗議は公にされず、一般的には不明瞭なままであった。再びアルザスロレーヌはドイツに併合されたと秘密裏に噂が広まった。かつての併合時と違い、 三つのかつてのフランスの県が一つの県を構成しなかった。1940年11月30日、バイコールラン県とオーラン県はバーデンの上ライン大勘区に並行され、モゼル県はザールラントのベストマルク大勘区に並行された。上ラインの大勘区指導者でアルザスを担当するローベルト・ハインリッヒ・バーグナーは同じゲルマン人でドイツ人とは謹慎とみなされる。 アルザス人が己の血統の声を聞いて新たに覚醒し、ドイツにすぐ共感するようになるだろうと考えていた。彼は志願兵の数が少ないと指摘した。皮肉にも若い男性は家族が恐怖を感じるため、ドイツ軍入隊に消極的であると彼は結論付けた。1942年8月25日、アルザスロレーヌでの兵役導入が正式に表明された。 1942年8月、バーグナーの要請により、10万人のアルザス人が徴兵された。同じく、ベストマルク大韓区指導者、ヨーゼフ・ビュルケルが、兵役義務条例を交付し、3万人のモーゼル人がドイツ軍に徴兵された。強制徴用に応じたロレーヌ出身者には、ドイツ国籍が付与されることとなった。陸軍の要請によって、彼らのほとんどが、 スターリンの軍と戦う東部前線に送られた。彼らの多くはノルマンディの戦いを経験することにもなった。徴兵された彼らは多くが18歳か17歳、またはその年齢に満たなかった。一部が武装親衛隊に直属となった。すぐに徴兵に応じなかった男性の多くは、親衛隊との任務に志願兵として当たるよう圧力がかけられ、しばしば家族に、 直接の脅しが及んだ。マルイコールヌーの多くは、フランスのレジスタンス活動に参加するため、国防軍から逃亡したり、スイスへ逃げ込んだり、西側の連合国側に加わった。彼らは、フランス国内軍や自由フランス軍の可視官となった。それによって、脱走兵の家族たちは、かなりの確率で労働に出されたり、ドイツ当局によって、強制収容所へ送られた。この恐怖は、 ドイツ軍に留まるように、マルイコールヌーの大多数に植え付けられていた。またナチスドイツは、ルクセンブルク、アルザスロレーヌから徴収された者たちだけで一体を、編成させないように注意を払っていた。反乱が起きるリスクが高かったからである。マルイコールヌーたちは、主として、ドイツ人で構成される部隊に分けて配属された。1944年7月、ソビエト軍から、 マルイコールヌー1500人が解放され、彼らはフランス領アルジェリアへ送られ、自由フランス軍に加わった。西部前線では一部のマルイコールヌーが脱走した後にアメリカ軍に加わってフランス解放を行うことを考えた。彼らは状況をすぐに理解して厳滅を味わった。彼らはドイツの脱走兵ではないが反逆者であるとみなされた。彼らは フランス西部のキャンプへ送られた。そこで彼らは、マルイコールヌーたちを裏切り者であると軽蔑を隠さないドイツ人捕虜たちと一緒にされた。1940年にフランスが敗北、そして1944年にナチスドイツが敗れるという二重の屈辱で、彼らには二重の裏切り者であるという屈辱が追加された。東部前線のマルイコールヌーたちは、ドイツ軍崩壊の後に、 ソビエト軍の戦争捕虜となった。彼らは数軸国側の兵士として収容所に送られた。タンボフの収容所にはアルザス、モーゼル出身者が大勢集められていたことが知られている。一部の者たちはドイツ軍から脱走してソビエト軍に加わろうとした。ソビエト軍はアルザスロレーヌ出身者の背景を知らなかった。そのために、 彼らの多くが脱走兵やスパイとみなされ銃殺され二重のミスの犠牲者となった。また別の者たちはカラガンダの炭鉱で強制労働に従事した後に田んぼフに送還されてきた。マルイコールヌーの記念非対戦後、マルイコールヌーたちは裏切り者、ナチス共感者、コラボラトゥールであるとして告発された。ドイツ占領下でドイツと協力関係のあった女性たちも コラボラションフェミニーヌであるとみなされた。彼らの多くは裁判の場に引き出され、フランス解放後の浄化の対象となった。マルイコールヌーたちは頻繁にフランス共産党の活動家に襲撃された。東部の戦争やソビエトの強制収容所での酷い待遇と生活状況を証言してソビエトを避難したためだった。13人のマルイコールヌーたちと アルザス出身の志願兵一人がオラドゥール・シュルグラヌでの虐殺に関与した。1953年にボルドーで虐殺事件の裁判が開かれた。被告たちは基礎事実を認め、停止制を取った。裁判では、一方は強制的な徴兵の犠牲者、一方はナチスドイツの蛮行の犠牲者として皆が団結を感じた。裁判は、 リムーザンとアルザス世論の間の非常に緊迫した雰囲気の中で進められた。それはアルザス住民の不安を引き起こした。事件に関与したマルイコールヌーたちが武装親衛隊に強制的に配属されていたからである。5年から11年の懲役刑がマルイコールヌーたちに宣告され、一方で志願兵は死刑を宣告された。1953年2月、 フランス国会は重労働を宣告された13名に対して恩赦を与えた。アルザスロレーヌからはドイツ軍全体の約1%の兵力が供給された。13万人の丸イコールヌイのうち3万2千人は戦死し1万500人は戦闘中に行方不明となった。また5千人から1万人までが戦争捕虜となって交流中に死亡した。 彼らの多くはソビエトのタンボフ収容所で命を落とした。最後のマルイコールヌイの戦争捕虜が解放されたのは1955年である。4万人が傷病兵となった。前線で多くの者が死亡したにもかかわらず、死亡までの経緯やソビエトの強制収容所でどのように死んだのか明らかになっていない。ありがとうございます。